思いましたら誰かおーっと言っていただければ、まあ、冗談はさておき、こんにちは、地区議会議員の丸田隆明でございます。今日は午前中に1回、そして午後から数回にわたりお話をさせていただいております。議会になったら寄宿で話はしっくるっとかなと、この山内地区にお住まいの勇気ある市民の方から快速のお電話をいただきまして、やっと実現できております。まあ、皆様方ももう噂としてお話は聞かれているかと思います。まあ、何をさすと25日に告示されます五府島市長選挙への出馬予定者の一人が、とんでもない社会通念上の道徳心に欠けた行いをされているということを判明しましたので、8月の11日より市内の各所にてお話をさせていただいていたわけでございます。まあ、その中身に関しましてはここで詳細をもう語るのはやめておきますが、情報源である私がこうやって市民の皆様方にお話をしているというこの態度で真実なのか、または嘘の話を私がしているのか、ご判断できるものと思っております。現職の市議会議員である山田陽子と後藤氏のトップを狙おうとするものが今結びつかないといけないのかと、人の道として反する行為を行う、常識をも逸脱する候補不明者を市民の方々が誤って選んでしまっては、この先4年間大変な日々が来るんだろうなと、現職の議員の立場で私は皆様方に注意を促すお話をさせていただいております。私が誰を押しているのお話ではありません。今回の後藤市長選挙に一番なってもらっては困る不適切な人がいるんだという話をさせていただいております。彼と彼女が何をしたら私らも関係ない話です。しかし今の時期にやらねばならないのかと、そういう常識をも判断できない井出口福士を、この4年間の後藤氏のリーダーとして皆様方に誤った投票はやめてくださいと、私の考えをいただいているわけでございます。ふと私は昨夜カネミール賞の食中毒事故との事故事件を思い出しました。後藤氏行政は市民に不適切な人間と知りながらも、今現在推薦をも取り下げせず、このままやり抜こうなんという市民
を有権者をなめきった選挙を展開しようとしております。金見油商では安い米油を私の住民たちは買ってしまった。その結果買うときは喜んだ、買ってしまってから体にいろいろと不具合が発生した。その問題は今もなお解決することなく、責任企業である金見倉庫は一切手立てを行わない。つまり今回の後藤市長選挙において現職野口一太郎氏が後継者として指名し、さらには後藤市議会の議長、そして自由民主党の会派の市議会議員の面々、そこになぜか自民党会派でない山田陽子がいるのがおかしいと思わないことがおかしいんじゃないかと。私は彼女がなぜ今回井出口太氏の応援の陣営に回ったのかを調査させていただきました。今回井出口氏を当選させれば来年の市議会議員の改選選挙にて自民党公認というのが落ちてくるそうです。その結果改選で当選さえすれば後藤氏初の女性副議長の座を射止めることができる。だから本来であれば恥ずかしくて外には出れないはずですが、権力を手にできる、地位を手にできるとして丸太の言ってる話は全て嘘なんだと、私利私欲のために嘘を嘘で塗り固めようとしているのであります。こんな政治家はいらない。正直に市民のために頑張る市議会議員を潰そう潰そうと、手たらくなこの後藤市議会の面々は動いているのでございます。私は一人の身としてもこのような誤った私利私欲のための政治家と戦い続け、そして誤った人生が行われないように市民の皆様方に訴えかけているのでありますので、私の話を真剣に考えていただき、もうすでにあれの話が本当なのか嘘なのかの協議はされず、本人たちは真実なんだと認めるわけにはいかない戦いにあと5日で突入するわけですので、あとは市民の皆様方が真剣に大人の責任として一人選びをやっていただきたい。選び終わった後に私たちはやっぱり謝っちゃったと、裏切られてしまったというふうな市長選にならないように真剣に考えていただきたいとお願いをいたします。もうすでに市長に頼まれたから、菊地区の柳田議員に頼まれたから、議長に頼まれたから、もう井出口太氏にルットたいとお決めになられている方はどうぞお構いなく入れてください。私は私のお話を真剣に考えていただき、こんな人をやっぱり我々のリーダーとして当選させるわけにはいかないと思われたならば、残りの2名より適切な
な人を選んでいただきたいということをお願いしまして、私市議会議員の丸田でございますが、市議会議員の立場の身分の政治生命をかけて今回活動しておりますことを十分にご理解いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。